択チャンネルです。アミーボがすげえ強くなりすぎて全然勝てなくなったので、自分のロックマンをカスタムするためにカスタムパーツを集めたいと思ってて、マスターサイドっていうモードでカスタムパーツを集めることができるんで、これをやってちょっとカスタムパーツを集めていこうと思います。ロックマン必殺技ね、集まったんだけどね。このマスターサイドっていうのはなんかいくつかお題があって、それをクリアしていくと報酬が出るみたいなね。その報酬の中にカスタムパーツがあるんで、これはヒットポイント制のバトルになってるね。とりあえず他の3人で自爆させる作戦でいく。すごい作戦でいく。あーっと離れて、ロックも離れてでも戦うことができるんで、一人死んだっぽいです。ヒットポイント制っていうね、スマブラってほら飛ばしたら勝ちなんだけど、このルールではヒットポイントが0になったら負けっていう。やべえな、ゲーム&ウォッチが全然ダメージが残ってる。さあピクミンが死んでゲーム&ウォッチだけになった。やべえ、それはやめてほしい。当たるんだこれ。ヒットポイント2になっちゃったよ。やべえ、もうやめてよー。うわー、ティンティンティン、ちょっと失敗しましたね。失敗しちゃうと報酬が出ないんですよ。とは言ってもね、お金がかかるっていうか、このチャレンジするのにゴールドを消費するだけで、それ以外のデメリットないんで、ね、どこにいるかわかんない。なんか早い早い、これ早送りモードなんだね、きっと。わかんないわかんない。あれ、これでこの調子で11体倒せっていうの？無理だろ。無理だろ。早くてキモい。終わった。難しいな。早くてわけわからん。優しいんですよ。優しいだったクリアできるんだ。なんだか分かんなかったね。よし、今度もさ、遠目からチクチク撃つ作戦。あー、イエローデビルが出てきた。よし、イエローデビルを俺だけが倒すという。あ、やばい、やばい、俺がダメージ与えてたのに、エルデブルにとどめを刺した人があの爆発を有効に使えるということらしいです。さすがに優しいはちょろいね。あれあれ、
お、ウルトラマン。くしーなー。やっと作成だよ。これで成功すると何がもらえるのかな。パワー手袋。うわ、地道だ。こんな調子でアイテムを揃えてカスタムして、アミーボに勝てるようになるかなーってとこですね。この辺にしておきます。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしくお願いします。